いや最初は本当に私がやっても滑るでしょみたいな、やだやだって思ってたんだけど、やりたくなっちゃってちょっと。そしたらなんか別に受けなかったし別に受けなくてショックだったんだけど、めっちゃアピールしたのに。でもね、明日はひな祭りということでね、ひな人形も結構お調子唇だと思うので、明日 SNS に上げるの楽しみにしててください。シュールな写真を撮ったので。アイドルってなんだ、あの48万いいね目指せ、48万いいねのやつをツイッターに載せようと思ってる。明日載せるね。リール開いてた。サメカツナめっちゃ仲良しでさ、ニャーニャーとサメカツナの組み合わせだったんですけど、楽屋すごいみんなで話しててすごい楽しかった。楽屋がすごいみんな優しくて、なんかね、先輩をめちゃくちゃもうこれでもかってくらい持ち上げてくれる後輩たちなんですよ。割とマッシーも年上だけどめちゃくちゃ後輩感あるメンバーで、ナミも仲いいけどしっかり後輩で、夢ゆなはもうほんとすごいもう同期同年代なので、もう敬語も使わないぐらいの仲なので、まあ夢ゆなは置いといて、サーヤもね意外とっていうかすっごい真面目で丁寧っていうか礼儀正しいんですよ。すごくなんか何年経っても礼儀正しい後輩サーヤ、そうだね、大人メンバーだからかな。みんな夢ゆなはもうね私たちのこと舐め腐ってるのでまあそれは全然いいんですけど、仲いいんで。めっちゃ笑った、本当にもう笑ってくれてたか、ちょこちょこいいや、罰ゲームでも何でもないです、ただのやりたがりです。我が家飾りましたって素敵。あ、なんだっけ、なんとか餅みたいなひな祭りのお菓子だ。ありがとうございます。さや私のことなんて言うの、レイナさんって呼んでる。でもさや、あやなとも仲良くてご飯とかも行ったりする仲なのに、あやなのことあ、アイちゃんって呼んでるか、アイちゃんって呼んでた。私レイナさんって呼ばれてるかもしれない。でもね、一回アオちゃんとサヤと3人でねご飯行ったことあるんだけど、長岡で撮影があった時に、 MV 撮影の時かな、3人が同じシーンの撮影で早くアップして、そう長岡のねおそばを食べたんですよ。あおちゃんもしっかりしてるからな、しっかりしてるニキばっかりで本当に頼りになる。みんな私本当に先輩かなって思う先輩感なさすぎて。あ、でも髪型かわいい、嬉しい。アイナがこれ やってほしいって言ったからやってあげた。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日ね、そうだからみんな後輩感のあるメンバーたち、まあ実際後輩なんですけど、後輩の中でもめっちゃ後輩感ある、礼儀正しいすごい後輩たちで、めっちゃ持ち上げられたんですよね今日楽屋でずっと。それで持ち上げられすぎてあんま慣れてないから、そういうの褒められるの苦手なんですよ私。褒められるとそのいい返しができなくて、でもでね内心嬉しくて、めちゃくちゃなんかわかんないけど持ち上げられすぎて直前まで緊張しちゃって
最初のオープニングの2曲めっちゃ息切れたんですよね。いつもいつもじゃ切れないんですよ息、正直。ベイビーベイビーベイビーとバード、そんな激しくないから。でもなんか今日息継ぎ辛くて息継ぎって言わないか、呼吸ブレスが辛くて、なんかわかんないけど緊張してた。りんちゃんも頼りになります。私ね、でもあ、そう、今日優しいってめっちゃ夢に言われたのが、あ、まあこの私がこのおちょぼ唇をやってくれたことに対しても、後輩みんな本当にニャニャさんって優しいですよねみたいな、こんなノリノリみたいな、めっちゃ褒めてくれたんですよ。でその流れでナミちゃんが、もう本当にアイニャさん優しい、やってこれやってくれてみたいな、アイニャさんもやってくれてありがとうございますみたいな軽くいじりを入れてたんですけど、やってないのにやってるみたいないじりをねアイナにしてたんですよ。私がアイナもやってるよねそれみたいないじったら、ななみちゃんもちゃっかりアイニャの先輩のことをいじってました。いじってくる先輩です、あ、こういじってくる後輩なので、礼儀はしっかりやるけど、ナミもユメもめっちゃいじってくる後輩かわいい。それがニャシで一番好きな髪、いやー嬉しい。一時期めっちゃやってたんだけどね。ギフトありがとう。お菓子餅だっけ、そのお菓子違うか、なんか名前ありましたよね。今日の髪型マジニャニャアイニャに感謝しないとそんなに嬉しい、嬉しすぎる。後半会のない後輩以下のない後輩は何だろう、それ言われたら難しいな。こいやでもみんな後輩だからちゃんと後輩なんですけど、の中でもなんかすっごい持ち上げてくれる、もうザ後輩みたいな、先輩に対する対応みたいな、あ、なんとかする、全然大丈夫っすみたいな人は、人たちはサムカツナのメンバーでもすごい仲良しですよ今日も楽屋で。あ、そう、私があのこの前お仕事でいただいた差し入れをね、ちょっと多かったから食べきれないなって思って、みんなに、みんなでこれ食べてねって言ってみんなに出したんですよ。してありがとうございますって言ってみんな食べてくれたんだけど、もうそれがめっちゃ美味しかったみたいで、え、待ってこれ美味しすぎるみたいな、めっちゃ可愛い、めっちゃいい反応してくれて可愛いなって思って、もういっぱい食べていいよって言ってたんですけど、それでそしたらゆめがこれ本当に美味しいって言って、私だったら本当に優しいよねって、私だったら絶対持ってこないんだけどみたいな私だったら絶対独り占めして食べるのに、わざわざ差し入れもらったのあげるの優しいみたいな言われたんだけど、多分それは夢が、夢がケチなだけだよね多分夢本当におもろい、素直で。私だったら絶対隠すよってまあふざけてですけどね、本当じゃないと思う、本当かな分かんないけど、美味しかった。夢からリップ来てた、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんってね言う、すっごいつまんない動画あるんですけど見ますゆめちゃん優勝芸人、いやほんまに優勝芸人、優勝芸人なの、なんでそれ持ってんのレアナ、
これはでも載せる勇気はないのでここで見せます。あまり喋らない、目つぶって、はい、おもろい写真を撮って目ガン開きして写真撮ってくれてる風景をね、写しててなんでそれ持ってんの、レイナ。何がやり始めたの。動画ですけど、こう、あーいいね、素晴らしい。この後涙がめちゃくちゃつまんないです。ちょっとー絶対つまんない絶対つまんない。自信なくなっちゃった。レイニアのひなだと思ったら途中何も言わないんですよ、続きどんずべり並みほんまに可愛い並み、ほんまに滑ってるんですよ、いつも楽屋で。それが可愛い、滑るのにすっごい喋るんです悪口それが可愛くていつも微笑ましく笑っちゃいます。最初真顔なんですよって吹いちゃう感じ、わかる、分かってくれるかな。今日リハの時にね、走れペンギンのリハーサルを寒かったのやってる時に、なんか煽りタイムみたいなの、煽りの時間があるんですけど、その時に今から好きな人の名前を叫びますみたいなことを有名か誰かが言って、ナミがレイニアさん大好きです、聞こえてますかみたいな、リハでですよ、リハでそれをやってて、私たまたま裏で見てたんですけど、びっくりして、まさかすぎて、なんかもう本当にふざけて、なんか小学生の頃の初恋の相手みたいな、そういう感じでやってるのかなと思ったら、レイヤーさん聞こえてますかみたいな言ってくれて、かわいい、ってなった。でその後誰だか忘れたけど、自分の方が嬉しすぎて忘れたけど、誰かがアイニャーさんって言ってて、ちゃんとアイニャーの名前も出してて、それも可愛いってなりました。誰が言ってたかな、本当に優しい、優しくておもろい、うん、あとめっちゃ愛おしい動画が、ね、あるから、これもツイッターに載せる、これはツイッターに載せる。2分あるんだけど、ツイッターに載せるか先にみんなに見せるか、どっちがいいですか。待って、ツイッターのシェア、ツイッターのアンケートのやつ、ボブ割と多くて嬉しい。いやでも同じぐらいだけど、なんとかなんとかでした。ロングの方が圧倒的多いと思った。メンバーもメイクさんもロングがいいって言うんだよな。なんかね、楽屋でスケボーね、みんなが私のスケボー楽屋に置いてあって、それはみんながやってるんだよ。ママ夢これ
可愛くない？これでなおーって言ってくれるのマジ可愛い。全然すごくないのに。できんの今の。レーナ補助してあげてね。かわいい。めっちゃダサい。ひっくり腰。やりたい。やりたいっていうなこかわいい。みんなかわいい。愛おしいこの動画。それがすごい。それがすごい。よいしょ。よいしょ芸人。ちょっとスタッフさんがスタッフさんが手伝ってくれてめちゃくちゃ可愛い。みんなほんまに愛おしい。ママの設定なんなの夢のめっちゃおもろい。それで帰れるじゃん。これで帰るタクシー乗んない。ねえ私の笑い方がさブスなんだけど。やだ。ねえ私って笑い方ブサイクですか。変顔してんだけど普通になんか。ねえもっと可愛く笑って。えマジでさブサイクやだ。 やめたい。今年の目標を可愛く笑うこと。本当に可愛くなくてビビる。それで帰れるじゃん。これで帰るタクシー乗んない。ここで収めたいってなっちゃう。あーってなっちゃうんですよ。これで帰れるじゃん。これで帰るタクシー乗んない。でもなこれ楽屋めっちゃ汚いな。汚いな。これダメかもしんないな。大丈夫か。かわいい笑い方。やっぱ手だ。いやでもスタッフさんにね、スタッフさんに送ったんですよ。スタッフさんが映ってたからこれ載せるのまずいかなと思ってそのスタッフさんに LINE したんですよ。これ載せていいですかって映っちゃってるんですけどって言ったらすっごいお堅い文章で返ってきた。致し方なし大丈夫です。侍 みたいな。普段めっちゃおなんかおおらかな優しい人なのにすっごいなんか課題返信。致し方なし丸大丈夫です。なんて返そう。返してなかった。承知いたしました。
あ、魚医か、魚医、ありがとうございました。なんて言うんだろう、魚医、ありがとう、魚医は了解でしょ、ありがとう、ありがたき幸せ。あ、めっちゃおもろいでもちょっとふざけてると思えるかな。いいよね、だってそういうノリですよね、これノリじゃないかな。ありがたき幸せ、魚医、ありがたき幸せって返しましたふざけてるよねこれね。大丈夫、そのスタッフさんめっちゃ優しい方なのでご感じ。田辺先生、田辺先生こんばんは。あ、あれあれいただきました、大獅子のイラストが入った直筆の田辺先生の漫画いただきました、ありがとうございます。シュープレ皆さんチェックしてくれましたかね。めちゃくちゃ面白かった、最後のオチが。取材の時めっちゃもう取材がみんなふざけすぎて、山ここメンバーがなんか全部嘘ではないけど全部ふざけてたんですよ。だから田辺先生も頭抱えながらどうまとめようかって考えてたと思うんですけど、めちゃくちゃ面白かった。みんな見てくれましたか。片付けない、告白しない、気まずくなるから。え、ボブの方が多い、ウレーピー、ユナコもボブだ。これにさ投票してくれるメンバー優しい。あんまり しないんですけど、これたまーにメンバーしてくれるんですよね。私も多分しないかもしれないでも奈々子とかよくこういうの載せてるよね、アンケート。そのまま書いてたら全員大ダメージの素材本当になんかそうですよね、あんまそのアイドルらしからぬあのエピソードばっかりで。でももう MC でも言ってますもんね、まあ、ここのエピソード本当ステージじゃ言えないみたいなよく言ってるじゃないですか。本当にそうなんですよ。取材だったので取材でも言うなって感じだけど、結構どぎつい話をね結構したんですよ取材で。でもめっちゃいい感じにノエを面白いノエらしいオチで面白いオチでまとめてて、ほんまに天才だなと思いました。ありがとうございます。本当にコンペイトー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。777777骨、スケボーのやつ乗せようかな。例えばロードモバイル のイベントがこの前終わって、今後どうするかっていうことをちゃんとまだ言ってなかったんですけど、グループギルド自体は脱退するんですけど、アプリあのゲーム自体は続けるので、もちろんそのギルドに参加したままでもいいですし、もしかしたら私もそのうち参加することもあるかもしれないですし、ギルド自体は多分なくならないんですよ。なんかファンの人にギルドリーダーが
移されるんですよね。多分ランクが一番上の人に譲られて、ギルド自体は残るので脱退するしないは皆さんの自由なんですけど、え、もうファンの人なってます？なのでもし見かけたらぜひ、アプリ自体は消さないのでよろしくお願いします。本当だ。まだ75人もいるんだ。のんびり続けてください。開かなかったら脱退させられちゃうんだっけな。抜けるの、抜けちゃう、抜けちゃう、まあなんか抜けなくてもいいけどな。でもめっちゃ楽しかった本当に。1ヶ月以上やってたか。すっごい長い期間だったんですけど。楽しかった。オンラインでみんなとヘルプし合うのとか、めっちゃ夜中までやってたしね。夜更かしすごかった。ロンボやってる時だから、イベント終わってそんなに慌てて開かなくてもいいってなって、のんびり開けばいいっていう気持ちになってから、なんかあれ、ロンボに使ってる時間めっちゃ長かったなって気づいて、もうイベントが終わってから。今も普通に夜中までやってますか？めっちゃハマってますね。寝落ちの毎日寝落ちするまで、そんな名勝負勝負するまでやってたの。昨日見たら兵士全員やれて、私もちょっと長時間開かないでガードバリア張ってなかったらやられてた。でもなジェムあったから使い切りたかったな、ギルド京都。でも私のギルドすごい優秀でしたよね。多分私も6個しかできなかったけど700ポイント超えられて、平均が700ぐらいだから700いったら割といってる方だと思うんですけど、頑張った頑張った。気づいたら開いちゃう。いや私ももうそんな開かなくてもいい、気づいたら開いちゃってる。私も今もさっき開いちゃった。いや7枚目のチケットできなかったの、ショック。宣伝も使ったのに、7枚目っていうか1枚目は失敗して6枚しかできなかった。昨日めちゃくちゃエピした。いや私もエピ、ちょっと3月はエピやりたい。めっちゃ、とりあえずアップデートしなきゃ、久しぶりすぎて。はい、ということで1ヶ月ちょっとの期間頑張ってくださってありがとうございました。改めてね、掲載、新潟日報さんの広告掲載の撮影はもう3月のスケジュールに入ってまして、すっごく楽しみなんですけど、皆さん掲載されるの楽しみにしててください。さっきのさスケボーの乗せたいけど汚い周りが、ぼやけるアプリないっけ、背景なんか持ってたような気がする。これかな、これや。楽しみねー。リリア700ポイント言ってて安心したね。私も700い、1枚目失敗しちゃったから、なるべく高いのをやってたんですよ。2回ぐらい150近くのやったかな。
しい。お疲れギフトありがとうございます。ちょっとスケボーの動画をさっきの載せたい、動画編集おお、すごいな今時のアプリは。両脇をぼかせばなるのか。あ、ぼかしのアプリ。県外でも買える。あ、そっか、県外でも買えるのか。楽しみですね。カラー広告ですよ。カラーってすごいですよね。新潟日報さん、楽しみなこといっぱい。波動さんの撮影も全然多分まだどんなんなんか分かんないけど。レーナ補助してあげてね。このぼかし全然意味ないな。どうやってみたいのね。ぜひツタヤどこだっけ、新潟でもやれる場所があって、そこでこの前やってたんですけど、どこでしたっけやばい、広告 CM に載せてもらうかもしれないのに。寺尾ですかね、寺尾店ですね。そうです、でできるので本当にやってみてほしい。みんなに普通に汗かきますよあれ。 e スポーツってあんな汗かくんだって。あと声がガラガラになる、 声出してめっちゃ大きい声で。ネーニャのバリアの真似したい。私のバリアめっちゃかっこよかったでしょ。最終戦バリア全然使わなかったやつ。ワンゲームも体力持たない。いや本当にそう、3回やるのめっちゃ辛かった。1回戦目2回戦目、いや2回戦目の途中ぐらいだから結構疲れたってなるんですよ。実際にやったらフィールド確かに忘れそうって、いやほんまに本当に忘れますよ。いやなんか本当大事な時に使おうって思いすぎちゃって、気づいたら試合終わってた。そして気づいたらブザービートで私めっちゃ最後の最後で点数決めて 逆転した。夢夢
口がじわる、じわるデイズ。なんか馴染んじゃった。もっともっとね、波が一番うまかったな。今の発言全部イケメン。え、なんて言ってましたっけ私。もう覚えてません。周波数自分の視野では見えます見えます。でもちょっとさば、もう張った瞬間なんかスモークてかバリアかのシールドの水色の膜が張られるんですよ。だからちょっと一歩下がんなきゃこの端っこの枠見えなくて。本当になんて言ってた。ゆめちゃんの配信見てみて。私本当にさ、自分が言ったことをさすぐ忘れる天才なんだよね。全然嫌なんですけど、これ天才じゃないわ。あ、気づいたらブライベートしてたって言ってた。あ、そうそうそう、気づいたらブライベートしてた。かっこいいかな。だって何も考えないでウィーってやったらバーンって当たったんですよ。ショールーム開けない。開けた。夢開いた。夢見てね。夢口紅どうしたのってコメント来てるけど大丈夫。真顔。夢もめっちゃ似合うな。ごめんなさい。私全然ダメダメじゃん、自然すぎて。よし、オッケー。すいません、お待たせしました。いや、波はねダメなんですよこれ。波のダメなところはもう写真撮り終わった瞬間すぐもう落としてリップ塗り直したんですよ。可愛い感じで動画載せてくれるみたいです。みんなでレイナのボードを借りたんですけど、なんかその動画載せてくれるらしい。ありがとう。どうしよう、もうこの唇さ、もうみんな満足した。もう落とすか迷う、落とすっていうかもう本当に戻すか迷ってるんですけど。あ、レイナだ。レイナありがとう。でも今は笑わせないで。今私絶対笑えない。ありがとう。この状態で。このさ、レイナが見てきてくれ、見に来てくれた喜びをすごいさ笑顔で表現したいんだけど。この口で笑うと夢絶対めっちゃ気持ち悪いんですよ。ありがとうレイナ。夢って笑い方ちょっと独特じゃないですか。っていつも笑うんですよ。高笑いな感じで笑うんですよ。それを食べにしないようにこの口紅で笑うとホホ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 ホってなるんですよ。それがめっちゃキモいくて。みんなの夢のこと笑わせてあげて、めちゃくちゃおもろいから。やばい、夢の笑い方がキモいって言ってたのはあのこれこれこれ、でもキモいってちょっと。え、待って、レイナ唇落としてんじゃん。いや落としてないんだけど、勝手に落ちちゃったの。夢は気合い入ってこれ塗り直してるし絶対。レイナのとこにコメントしてくるね。私の声入ってる。ショールームで会話してるやん。え、ショールームで会話してみよう。夢見てる今。時差すごいね。笑い方キモい。やばい、今日夢
方してる。え、ブサイクじゃないよね。めっちゃ似合ってるよ、言っとくけど。でも夢もともとあの血色悪いからあんま違和感ない。ここの色のいつまで出るの見てるやばい、怒られるかな。ありがとう。多分笑う、めっちゃ笑うと思う。あ、笑ってくれなかった。やばい、今めっちゃコメントしてる。今4回コメントしちゃった。嘘、これで会話してんの。マジおもろい。コメントしてた。あ、唇落とさないでよってしてた。落としてないって、マジで。じゃあちょっと待って、私ナミみたいなことしてないから。ナミほんと終わったら速攻落としてたよね , 笑い方無理、ほんとに笑いにストイックってやめて。でもそうだよね、ほんとに。だってほんとに腰がり、腰がりなところ昔から変わんないよね。でもさ、ショールーム私今見てるんですけど、レナのショールームから自分の声聞こえてくるのめっちゃ不愉快。不愉快ってやめなよ。え、待って、何も気にせず直接つけちゃった、口のやつ。え、気持ち悪。普通に考えて直接つけないよね、やば最悪。肌とかにやるやつなのに。え、夢もやったから大丈夫だよ。あ、ごめん、じゃあ夢のこと気持ち悪いって言っちゃった、友達に。ちょまたコメントしちゃった。本当だ、喋ってんのにコメントしてる。一回全然白くせやんか、これギャル、え、昔のギャル。めっちゃおもろい。え、これ眉毛もさ、やったらめっちゃおもろいよね。どう思う夢あ、赤いの、ね、つかない。え、やろうよ、絶対やってくんない。夢、夢が一緒にやってくれならやりたい。どう、やだ、もうありがとうございます。絶対嫌だと思う、やめた方がいいと思うけど、やりたい。どう何が何の話。眉毛、うん、眉毛。うん、いいよ。いいのかよ。え、じゃあ一緒にやろう今から。めっちゃ眉毛マロにする。めっちゃふざけてておもろいね。んだろう、え、普通に眉毛にさコンシーラー塗るだけで。あ、笑っちゃう。眉毛マロにする。どうやってやるんだろう。それがおもろい。この笑い方です。ほほほほほ。お金持ちのなんかおばさんみたいな、夫人みたいな笑い方。いや、あんまつかないな。そのまま塗ってほしい。
え、むずいね、眉毛消えなくない？いやでもだいぶキモいかも。あ、すごいよ。てかファンもったいな、めっちゃ使ってるわ。いい感じ。ね、むずい。普通に電話みたいな感じで話してる。なんだこの配信、ほんとね、コラボ配信すればいいのに。え、ごめん、なんか初出ししちゃって。無理しないでいいよ。なんでやってくれたんだろう、優しいのかな。優しいね、ありがとう、やってくれて。ねえな、やばいやばいよね。ヤンキーだ、昔の。なんで喜んでんだろう、私初出し。これっておもろいの。本当だよね。いいの夢、本当に。眉毛ないんだけど。だからさ、これ夢いいの？ NG じゃない。私は全然いいんだよ。でも嫌だったらやめていいよ、途中で。本当に。本当振りじゃなくて本当にやめていいよ。だって初出しなんでしょ。いいの？こんなんで初出しして。めっちゃ喋ってる私。私はレイナについていく、レイナについていく。ほんまに。え、ユナコも参戦？マジ？え、ユナコ見てる？ねえ、ユメ、いいこと考えついちゃったんだけど言っていい？どうやったら消えるんだろう。いやー、黒いアイライン、ないな、私。黒のアイラインがさ、あればさ。え、ユナコ見た？ユナコの配信どうやったら見れる？一回じゃあ、夢の切ろう。私が一番うまいわ、これ。ねえ。ごめんだけど。ねマジで。もう電話しようぜ。めっちゃ可愛いやん、超似合うやん。え、うまっ。グループで電話しよう、夢にゃにゃの。てわけで完成しました。あいな、何も関係ない。唇をもっと濃くしたい、濃い色をしたい。やばい、こだわり始めてしまった。でも電話した方が早いですね。あ、スルメだった。やばい、余計おもろい。でもさ、携帯であれしてるかな、配信。やば。テレビ通話始めたよって言ってみてください、コメントで。夢とユナコの見てる方。来た！来た！これでいいの、あんた。ねえ、本当にやめた方がいいって。いいの？やめた方がいいって。もう私はこれからここにあのアイラインでチョンって書いて、本当に昔、ね、そうでいいなって思ったんだけど、茶色しかないのよ。あ、茶色でもいいかな。いいよ。いいよ。ねえ、ユナコは、ユナコ携帯で配信してんの？ユナコ。あ、やばい、アイナ来た。やばい、アイナ、アイナも今からやろう、一緒に。これ何今配信中なんだけど、みんなショールーム中なんだ。ただのプライベート電話かと思った。いや、え、アイナは、アイナ一緒にやろうよ。え、アイナも配信しようとしてた。なんか違う、聞いて。
私普通に私も夢も一人で個人配信してたのでさ、今日このおちょぼくちぶりやってたじゃん、そのままで配信してたのね。そしたらコメントでファンの人が夢ちゃんもやってるからみたいなで見に行ったら、夢も私のショールームを見てくれて、ショールーム内で会話してたの、聞こえる音で。でもショールームで話すなら電話しようってなって電話しちゃったこのグループで。だからだからアイナも一緒にやろう、いやそうなんだ、一緒にやろうよ。ユナコもな、ユナコさ、私と罰ゲームじゃないのにやらなきゃいけないの私とさ、ユメがさ、勝手にやってただけなのに、ユナコもソロ配信でなんかこれやってたらしくてあはっ、来たユナコねえ、ほんとにキモい、なんでユナコやったの、やってなかったのに。え、なんかみんなが見てたら可愛くてやりたかった。可愛いの嬉しいねえ、ゆなこ言ったけど眉毛もコンシーラーするからね。めっちゃうまいの、見て。わかる、めっちゃうまい。え、めっちゃうまいよね。え、なんでそんなうまいの、ずるい。めっちゃうまくない。これさ、一回さ、ショールームに画面映してもいい？え、いいよいいよ。いいよ。え、めっちゃいいの。こんな状況。今、メヨニャーニャーで配信してます。配信じゃない、こんな状況。電話してます。メヨニャーニャーで配信してますになっちゃってる。こんな状況わかる。なんかユナコかわいいね。ユナコもうまくない。え、ユナコデコ出し NG？ え、直さ、全然。ねえ、聞いて、今初めて、人生で初めてさ、公の場でデコ出ししちゃった。やばいよね。え、今までおデコ出すの嫌だったんだって。なのになんかこれやろうって言ったらいいよって言って。え、何やるの、何やるの、何やるの。眉毛、マロマロマロ。あ、え、やる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 、全然。なんでノリノリなの。ね、え、アイナもやってんじゃない？っていうか、してんのゆっくり。みんなと今日お話しする会だ。ねえねえ、アイナもやってない？アイナも口やってるよね、若干。そうじゃん。アイニャやってないから今。やってないでしょ。目尻今日めっちゃ来るけど。やってないんだ。ごめんごめん。ミッキー取ってくるからみんな話つなげてて。全然つなげられるけど。何やんの？え、だからマロみたいに丸にするんだって。あ、オッケーオッケー。でもさ、あ、コンシーラーを塗ってみたけどさ、消え切らない、全然。ザーセムのやつ消えなそう。どうしよう、ハイライトとかでさ、粉っぽくしたらいいかな。何？え、消すわ、ちょっと眉毛消すね、今から。うん、いいよ。ねえ、おもろい、画面録画しよう。おもろいから見して。いやでもむずいよね、そんなもんじゃない。黒で思いっきり丸く描けばいけると思う。頑張るわ。え、黒のアイラインないのマジショック。今待って、暗くしてあげる。ハロウィンの時に使ったさやつがあるかもしれない。どうやったら、どこやったっけ。マロ眉毛ってちょっと失礼します。もう映ってないもん、3人とも目が。だからちょっと待って、この状況見せたいみたいに。もうちょっと歩いたらやったー。ねえねえ、私アイナ顔決めて、今この画面ショーやばい。見て、めっちゃいいの見つけた。ハロウィンの時にさ買ったさ、シャドウブラックとかある。え、めっちゃいいじゃん。何見つかるの、そのブラック。この日のためにさ買ったんだわ、これ私、多分。今日はみんなと行くするって言ってたのに。え、アイナも配信中？え、ショールーム終わった？もう。え、ショールームまだしてるけど。え、今ショールームしてんの？え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 、アイナだけしてないかと思ってた。うん、ショールームしてるよ。あ、そうなの。じゃあすいません、お邪魔しちゃってごめんなさいね、ファンの皆さん。ほんまにすいません。コメント欄がもうさ、私はコメント欄のみんなは仲間だと思ったら、みんながなんかやんなよ。みんなも敵なんだと思って、もうやることを決意したよ。さすが。分かってる。みんなはこっち側でいてほしかったよ。え、なんかさ、普通にただの眉毛汚いやつなんだけど、見て。
ねえ、ゆなこスタンプつけないでよ。え、だってつけた方が可愛いじゃん。ねえ、それ可愛くない、言っとくけど。可愛いでしょ。全然可愛くないよ、それ。見て、ガチなんだけど、ほら。今、眉毛消してる。え、眉毛描いていいかな、どうしよう、もっと消す？いや、ガチでやりたいならもっと消した方がいいよ。わかった。え、どうしよう、剃る剃る。剃った方が。え、ゆなこはこれワンチャン剃るんじゃない？全剃り行く？ゆなこならワンチャン。ありだわ。あ、ちょっとポケット。いや、むずい、汚い。え、待って、レイナめっちゃやばい。わかる。え、やばい。ね、あい。うち今からそれになるの。あいな、めっちゃ嫌そう。いいよ、やんなくても。全然見守ってて、うん、回してくれれば全然 MC をうちらをまとめてくれたら全然。え、なんだろう、やりたいんだけど気分じゃない。気分気分じゃない。気分な時いつ逆に。こういうのこれやりたいけど気分ではなかったけど、めっちゃむずいだよね。さすが無理しないでいいよ。じゃあ、じゃあこのなんかまだブスあんまりブスじゃない間に言うと、ピットとの配信が、あ、どうぞどうぞ。見てください。あ、え、待って、レイナやばい、うまい。感動してる？え、どうやってやんの？コンシーラーを口に塗るの？口に塗るのと眉毛にも塗ってみてる。おかしいよ。あ、位置が低いんだって私。ミスってるわ。あ、眉毛と別のところに描くんだこれ。どうしよう。え、そうなの？多分そうだわ。そうだよね。うん。ミスった。え、眉毛の上、うん、え、じゃあ2個2個描いたらいいかな。調べる。え、でも眉毛めっちゃ細眉だよ。え、ここってことでしょ。うん。え、ほんとだ、しくったわ。落とそっかな。あ、眉頭の上だって。見て、あ、これか。気持ち悪い、レイナ。え、気持ち悪い。虫なんだけど。え、アイナさん、いつも通りじゃん。この光景みんなにも見せたい。ね、めっちゃ虫、気持ち悪い。今どういうことこれ。今から眉毛描きます。オタマジャクシみたい。アイラインで描けばいい。やばい、これ命かかってる。かかってないよ。かかってないよ、マジで。ちょっと頑張る。今から集中するから。マジスタンプ外して。気持ち悪い。なんか眉毛もめっちゃ上の方にあった。え、こういう形？おたまじゃくしみたいな。あ、私めっちゃうまい。アイナ、何のコンシーラー？え、ディオール？違う、あ、今のはザセム。ディオール最近買ったっけ。口に使いたくないの。そりゃそう。いや、私もザセムだけどな。白飛びしてんだよな。一番明るい色がいいんじゃない。あれ、リップどこやったっけ。いや、私これいいの。おともだくしみたいになってて。え、いや、でかい声。でかい声で喋って。ねえ、私気持ち悪くなるじゃん。リップなくした。リップ気持ち悪いから。なんかさ、見て、みんな、うん、下手くそ。やばいよ、なんか下手くそ。めっちゃ気持ち悪い。今までペコ隠してきた子が何してんの。ほんとだよ、夢やめなって。今なら間に合うよ、隠しな。キモッ。なんで眉毛描いたの。なんででっかく隠した、ね、隠したのに。下手くそ、キモい。いいよ。みんな来ないよ。やなこ。みんな頑張って。間違えた。え、待って、今ついてた画面に夢。もう落ちてなかった？あ、大丈夫。あ、OK。危ない。あ、待って、ミスった。眉毛の位置も変えてみた。
せっかく消したから。なんか違うよな今の眉毛。もう一回消すね。うん。私も消そっかな。本気でやりたいもんね、どうせなら。これいらないよね。みんな本気出して。ちょっとメイク落としも。いやー、どうしよう。落ちるかな、手で。マジでやるなら本気でやりたいよね。うん。やばい、メイク配信初めてした。メイク配信じゃないから、これ、マジで。メイク配信。誰も何の参考にもならない。おでこ出すの嫌だからさ、メイク配信の時もさ、うん。ちゃんと眉毛描いてたの。うん、マジで初めてデコ出しした。えのも初めて今出してる。なんか大丈夫、私悪影響与えてない二人に。大丈夫かな。ファンに怒られない。同期に相方に。何？なんて？え？なんてアイナ。え？ねアイナが一番ガチでおもろい。スポンジ使ってるもん。え手でやってんのみんな。手でやってるスポンジ。え眉毛消えんでしょ。眉毛消えない全然。レイナとかも眉毛ありありじゃん。位置が伸ばしちゃった今。ありありじゃん。ありありじゃん。やばい。楽しいね。楽しい。あたきも。ユナコうまい。ねえユナコ見て。ねユナコかわいい。ユナコがめっちゃうまい。ね、いいなレイナもやってほしい。ユナコやりに来て私の眉。こちらってさ、やばい仲いいね、なんかアイライン、うん、アイライン、アイラインアイラインか、やってみるね。頑張って。やっぱパウダーじゃない、パウダーじゃない、アイブロウじゃダメよ。わかった。うん、しっかりしなきゃダメよ。ユナコプロってんだよな。ねえアイナ、アイナほんまにうまい。やばい、しかもさ、やっぱさ一番似合ってる。いや本当に似合ってる私。あごめん本当に似合ってるアイナ。えどこへ丸、ま、あそこらへんじゃない。やばいこれ。で私の眉ちっちゃくて気持ち悪い。虫やん、ね、みんなどんな気持ちで見てるんだろう。みんな楽しい。わかる。コメントね、なんか何コメント欄盛り上がってんのみんな。楽しい、うん、草いっぱい生えてる。なんかアドバイスあります？皆さん多分みんなやったことないと思うからアドバイスありますか？あります。なんかもっとこうした方がいいよみたいな。あります。高め目指していきたいんでこっちは。ねえ夢の笑い方怖い。ちょっと一回自撮りしたいからちょっとカメラを振るわ。ねえ夢うるさい。ガチでね、これ明日さひな祭りじゃん。うちらひな祭りって女の子の日じゃん、うん、ひな祭りにガチってる女の子って素敵じゃない？確かに可愛くない？ね、めっちゃ可愛い。ね、みんな自撮りしといて明日これ4人の写真載せよう。まとめて全員の SNS で載せよう。待ってマロンうますぎ。ひなこさすがにうまいわね。いける。みんなマロンになってる。えゆなこさ自分の眉にもちょっと描いてんの？なんかあ眉の上に描いてる。眉の上に描いてる。眉 3個みたいななってんの今。アイナこっち向いて。夢下手くそよ。もっと謝って。見て下手くそじゃない。いや下手ぐらいが可愛いよ。ユナコはマジで上手すぎだから。夢可愛い子ぶんないで。これで可愛い子ぶるの何もないでしょ。もうこんなおでこ出して。ねえわかる？下手。ちえどう？あいいよ。ねアイナガチでうまい。てか似合う。なんか違和感ないんだよね。いつものアイナと。うん、めっちゃ似合う。アイナめっちゃ似合う。めっちゃうまい。
え、うま、なんでリップな、なんですごい。マジでよくわかんないね。いいな。リップもっとこだわろう。めっちゃさ、眉毛全剃りしたい衝動にかなり。え、わかる。わかる。なんかこの勢いでみんなで全剃りしちゃう？やばい。だって昔の人眉毛全剃りだったってことだよね。ね、今度やってあいな。なんで？ずるい、うまくて。みんなスポンジ。スポンジか。よかった。実はスポンジだ。めっちゃリップ消すのうまくない。もうコンシーラー使いすぎてやばいんだけど買わなきゃ。コンシーラーめっちゃ使っちゃった。うち一塗りしかしてないんだけど眉毛も。うまっ。ねえ、本当にプロやん。どうした？プロかも。やったことあった。なんかマイコハンとかやってた。ねえ、アイナちゃん違和感ないとかみんな言わないで。あ、見てみんな。私ひどいんだけど。ゆめもね、口うまいよ。てか私が下手すぎる。なんかさ、4人中3人罰ゲーム関係ない。確かに。本当だよ。めっちゃ眉毛隠したらさ、ぽくない？ぽい。なんかたる眉だね。確かに。本当？いや、私、ゆな子が無理すぎて。あれなんかな、自分で描いたさ、その偽眉がちょっとキモさを出してるんかな。確かに偽眉がキモいのか。いや、私汚すぎない？なんかキモいよね。私だけ全然汚いよね、なんか。眉毛がキモいのかな。ないね。うちが一番早く終わって一番うまいやんね。なんか落とすのもったいないな、これ。もっとこれ太くするのか。じゃあ、にゃにゃゆめにゃ、間違えた、ゆめにゃにゃの、うん、気がしといてあげよう、みんなが喋ってる間違えた。ありがとう。見事。初めてお泊まりしました。イエーイ、私んちです。めっちゃ楽しかったよね。なんもしてないんですけど。ね、聞いてみました。フェイス ID が反応してくれなかった。そりゃそうだわ。え、フェイス ID ってさ、企画とかじゃないの？え、そうなのかな。もう終わった。私いいわこれで。え、ちょっとやりたい。フェイス ID 反応やってみて。ちょっと私もやってみる。いきます。え、反応したよ、レナ。え、そう。だってユナコうまいもん。なんか眉毛が3つあるのがやっぱちょっとあれなんじゃない？あー、確かに。認識できないか。いいなぁ。うまいわ。え、そういえばゆっちゃんに後輩って呼ばれてましたよね。どういうこと？あ、なんか私のコメントでそんなようなこと聞いた。ゆめちゃん、ゆめが後輩ってにゃにゃのこと言ってたみたいな。そんなこと言ってないよ。なんかやったな。やったな。そんなこと言ってないよ。今こなした。はい。もうニャニャのこと後輩だって言ってました。え、私の可愛い後輩ですって言ってました。うわ、違うよ。ニャニャは可愛い私の子猫ちゃんって言った。いやいや、もっとなんか下じゃん。ランクよく。いや、大人で楽しかったね。マジで楽しかった。楽しかった。ずっと話してたよね。なんかレナンチに、あの日めっちゃ食べたよね。意味わかんないぐらい。ね、私今度さ、やりたいパーティーやるんだけどさ、パーティー、あのパエリアパーティーしたくて、ずっとさ、あの安くなるチラシをさ、ポストに入ってて、それずっと残してんだよね、みんなでやりたくて。かわいい。かわいい。それは誰かとやりたいなと。それと夢ゆにゃんにゃと。いや、マジ夢ゆにゃんにゃとやろうと思って。え、嬉しい。かわいい。
デリバリーのパエリアがマジで美味しいのよ。え、まだ眉毛やってんの？まあ、私も口まだやってるけど。え、すごい。いいよいいよ。消えてる。みんなの眉毛がなくなってきたよ。いや、私も悔しいんだよね。なんか全然うまくなくて。頑張って。下唇もっと小さい方がいいのかな。ハートっぽくしてみるね、下唇。うん、いいね。どうですか皆さん、この配信スルメ世代やばすぎますよね。楽しい、みんな楽しい、大丈夫。スタンプで遊び始めたし、 LINE の電話のバレた。これ配信中だよね、私たち。わかるわかるわかる。なんかみんなと電話してるからさ、なんか普通にリアルに喋ってるだけの感覚がしちゃう。はい、完成しました。私もこれで OK。 今もできた。やった。すごくない？え、夢もめっちゃいい。でもさ、私もファンの人にさ、画面見せていい？どんな感じか今。あ、いいよ、ちょっと待ってね。アップにする。自分の画面ってどう消すの？あ、あった。貸したカメラ。はい、あ、そうそうそう、今こんな感じです。やばすぎでしょ。あ、かわいい。レナも見せてね。言うな、こう、キモい。え、そのままにしといて。ね、レナも見せていい？やって。え、どうやって、カメラオフにしたらさ、自分のさ、トップが見えちゃわない？見える。私、今見え？あ、そういうことね。うん。はい。まあ、こんな感じでーす。白飛びすごい。ゆなこがめっちゃキモいです。えー、ゆなこのフィルター何？見て、なんかおばあちゃんになるフィルターかけてる。めっちゃいいな、それレイナもやりたい。おばあちゃんになるフィルターかけてる。普通にさ、後でさ、SNS に載せたい、これ。みんなの状況がこんな感じです。おばあちゃんがいる。おばあちゃん、レイナもやりたい。おばあちゃんフィルターどこ？おばあちゃん、もうおばあちゃんフィルターがいい。ねえ、せっかくなら。せっかくなら。いや、みんなのおばあちゃん見せていい？なんかどこにあんの？おばあちゃんどこにあんの？なんかめっちゃね、そこの方にあった。プロじゃん。何のスタンプやっても可愛くならないんだけど。あ、できた。ねえねえ、あの顔エフェクトのあの、うん、メガネのマーク、ヒゲとメガネのマークのところの、はいはいはい、真ん中らへん、下進んでって、なんか顔が2つ並んでる左の方に。これ？あ、来た。え、なこスクショタイムしよう。これこっちで、これ後でツイッター載せますね。いや、明日がいっか。え、スクショします。いいですか、私から。3、2、1。ありがとう。いいよ、みんなもして。あ、じゃあ見せていい？え、でも見せたい。あ、じゃあスクショタイム終えたら見せる。 OK。 いきます。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。見せてもいい？いいよ。アイナ？みんな見て。あ、見せてる。マジでやばい。ねえ、見て。キモい。どうしてきた？見せた？見せた。ありがとう、みんな。じゃあ次、ゆめいくね。どうぞどうぞ、うん、みんなのおばあちゃんフィルター。うわー、こっちもめっちゃキモかった。ゆなこめっちゃ似合う。ゆなこめっちゃ似合う。あ、ゆなやばい。
てきた。ありがとう。これスクショしたやつはみんなに見せればいいんだこれ。確かにみんなに見せたい。今どんな状況か。じゃーん。ちょっとスクショしたやつ見せるね。わかった。あ、みんなに。みんな。私は戻ってきたよ。ぬんちゃんです。おもろすぎる。ね、誰か突っ込んでよ、キモいって。キモい。ね、ほんとにキモいね、リアルで。マジで。キモい。めっちゃキモいスクショ撮れた。ね、みんなでうってやって、スクショしたいそれ。うって何？うってみんなで。それぞれのうでいいから。うっこれみんな明日載せるから楽しみにしててね。みんな明日これ載せんの？だってさ、女の子の日だよ。せーの。え、女の子来た。あんたにグループラインに送って、そのスクショ。オッケー。わかった。オッケー。おもろ。ねえ、ガチでさ、この4人でよかった。何がってんの？ゼロイチラインこの4人でよかった。それ何？今日思った。今再確認するんだ。うん。このくらいで感動的な話したくない。わかる。全然泣けない。じゃあさ、アイナの卒業公演これで出よう、みんな。ねえ。そしたらアイナもこれになるけどいい？いいよ。いいよ。スピーチそれで。いいじゃん。アイナなんかやりたいよな。やろう。やろう4人で。でもやっぱなんだろうな、いっぱいやりたい子あるから4人の曲入れてる、ちょっとあれ隙間が。うわとか言ってどうかな。で全曲でしょ。メンバー3人だけ。やばい、もう11時になっちゃった。なんか本当に私これ配信中なのかなって思ってきちゃった。わかる、これさ全世界に配信してるのやばい。はい。え、でもさ外国の方とか見てくれたらさ、え、なんかね、確かに外国の方に受け良さそうね。ジャパニーズハロー、ジャパニーズドール、いない人形、イエプリンセスドール、ジャパニーズプリンセスドール、ドール、イエプリンセスドール、イエスイエスイエス、プリティ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 。あ、でも韓国の方が見てくださって、カムサハムニダー、これが日本の日本の文化です。あ、やばい、海外の方。え、本当に海外の方かわかんないけど、ジャパニーズクレイジーガールって来ました。やばい、クレイジーになっちゃった。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、片言すぎて。 Thank you、We are crazy. I love you. I love you. こんなにさ、マロ、
夢しかさ対象じゃないんだよね、うん、本当はそれなみんな巻き込まれてるね、夢本当だよ、おばちゃんみたいにやえ、わかる、何あ、よかんない、いやめっちゃ馴染んでる、なんかおばあちゃんのフィルターもめっちゃ慣れてきたんだけど、うん、慣れたおばあちゃんになったらこれやろうで比べよう、確かに二十歳の頃にやったこのメイクと実際におばあちゃんになった時、50年後ぐらいやろう、見てて楽しいのかな、ね、申し訳ない、なんかめっちゃ楽しんじゃって、私はめっちゃ楽しい、公演後のノリ、わかる、仲良くていいわーだって、優しい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 、おばあちゃんみたい、 You are cute pretty She is the prettiest girl in Japan What's a cute girl you are Thank you very muchちょっとめちゃめちゃ楽しいのでって、めっちゃ楽しい、なんか私たちってさ、ファンの方の前であんまり絡みないよね、うん、確かに確かに、実はめっちゃ仲いい、実は仲いい、こんなに仲良くなってた、気づいたら分かる、ね、なんだろうね、今日さ、今さメイク中にさ、実はニャニャの話ちょっと聞こえててさ、うん、なんかご飯行った時みたいな、え、聞こえたの、何の話だっけ、何ご飯行った話してたじゃん、二人でメイクルームで小声、え、聞いてない、小声で焼き肉屋の話したじゃん、お会計の話、あー、あれ、え、聞こえたの、ちょっと聞こえてた、何、聞いてない、やば、もう一回して、え、なんかでもちょっとファンの方にはちょっとイメージが悪くなる、4人で結構ご飯に行く機会が最近めちゃめちゃ増えて、うん、でそれで前回焼肉に行ったんですけど、はい、本当に当たり前のようにみんなで割り勘したんですよ、それをそうニャニャが今日反省しててガチ反省した、いや本当になんかなんか後輩先輩っていうの忘れてって、普通に何も言わずに割り勘しちゃったんですよ、焼肉屋さんで、しかも結構食べたから結構高かったよね、そうそう、一人なんか私は帰ってから気づいたの、それこそ今日会計4人で割ったなと思って、もう無意識にいつもはなんかいや払うよみたいなくだりがあったの、うんうんうん、それでも割り返した時とかもあったんだけど、うんうん、初めてもなんか何も当たり前、私もマジ何も考えてなかった、言われて気づいた嬉しい、マジでごめん、確かに申し訳ないねって言ってたんで、聞こえてた、その後ね、なんかニャニャが本当に友達になれて嬉しいって言ってくれてたの、え、泣いちゃう、そう、長野と青森の友達できたわって言ってたね、県外の友達嬉しい、ちゃんと聞こえてるやん全部聞こえてた、まずい、2人でこの会話してたんですけど、で長野とあんまり友達できたねみたいな話した、ね、いい自分たちの話だって確信したその時、え、その長野とあんまりのくだりしか聞いてなかったでそれでななみがなんか新潟にも友達できましたねみたいな、ななみが急に茶化しに行ったら、え、新潟の友達いないんだよねみたいな完全にもう落ち要因、ななみちゃんがそんなやり取りしてました、めっちゃおもろいな、かわいい、嬉しい、喋ってたな今日、でも本当なんかね嬉しかった、私は気づいた時それに、あ、自分ってそんなに仲いい、確かにね、仲いいっていう証拠だよね、なんか後輩だと絶対さ奢ってあげなきゃとかじゃなく、やっぱ奢りたいじゃん自分が、もう先輩としてなんか、そうなんだ、うん、じゃなきゃなんかダサいじゃんダサいって、いやいやいや、なんか礼儀というかね、そうそうそう、礼儀、マナーとして、でもね、普通にごめん割り勘で、あ、絶対いけない、割り勘がいい、割り勘がいい、わかる、嬉しかったの、そう、なんか嬉しい、なんか可愛い、私たちめっちゃうぶ、わかる、でもこんなで可愛い、こんな良い話、わかる、こんな
ね、初めてしたね、こんないい話。嬉しい。みんなで金曜ロードショー見たもんね、レナチで。ゆめながめっちゃ集中してテレビ見てたの、おもろかった。普段テレビ見ないっていうのにさ、金曜ロードショー終わった後のニュースもめっちゃずっと二人で携帯一つい いじらず見てて、めっちゃテレビ見るやんって思った。なんか初めて見る音楽番組めっちゃ好きなの知ってた。なんか曲歌って、その後トーク挟んでもう一曲歌うっていう音楽番組。もう一曲歌う時に言うの、もう一曲歌ってくれ。テレビ初めて見た人たちみたいな食いつきだったよね。その話詳しくしたい。なんか、私たちが全然なんて言うんだろう、特別好きみたいなわけじゃない女性のシンガーソングライターさん、つけた。だって特集番組みたいなのが30分やってて、30分、15分くらいやってて、はい、その方がなんか影響を受けたバンドさ、バンド影響を受けた歌手の方のカバーを歌いますみたいな、うん、で一曲歌って、そしたら夢たちもすごいなんかすごい見ちゃって、食いついてきながら見ちゃって、めちゃめちゃ面白くって、うん、でそれでちょっとそれからなんていうんだろう、ドキュメンタリーみたいなのちょっと挟んで、そしたらその方がじゃあ今度は自分の持ち曲を歌いますみたいなの言ったら、ユナコがめっちゃ喜んでて、もう一曲歌ってくれるの。だってその番組も初めて見たし、その人もそんな知らなかったでしょ。あんまり特別好きとかいうわけじゃないのに、めちゃめちゃ喜んでて面白かったっていう。わかる、全然ファンじゃないのに。すぐ入り込むタイプ。レイナやっぱ途切れんな声。私ほんとさ、それ1年前ぐらいからの悩みなんだよね。レイナのライブテーママジで。私さ、誰とテレビ、誰と通話しても、確かになんか今の電波が悪いのかと思って。え、わかる。いや、これ私の携帯が全部悪いから、誰と電話してても途切れる。こっちでは普通に聞こえるんだけどな。本当にこれやだ、なんかストレス。いつも言われる、え、レイナなんて言ってんのって。ストレスだね、かわいそうに。こっちではちゃんと聞こえてるもんね。ゆなこのさ、描いた眉毛マジで面白い。ありがとう。ありがとうって、嬉しそうにありがとうって言わないで。ゆなこのさ、ウィンクすんな。レイナちょっと可愛くしないで、ちょっと可愛く映りたくなってきて。ゆなこちょっとさ、普通の表情して、うん、真顔や今。本当に面白い、本当に面白い。なんかさ、眉毛でさ煽られてるみたい。可愛いでしょ。うん。見てみて、スタンプで遊んでます。ねえ、みんな映すじゃん、やめてよ。みんなシャルまで見せようとして、みんな映すじゃん、マジでやめて。やめてた、あのプッチョ、プッチョになんかあったかって。プッチョ、かわいい。プッチョのやばい、似合う。やりたい、やばい、生まれてきてよかった、 NGT 入ってよかった。おかしいよ、おかしい、おかしい、それは言い過ぎ。マジで。ここで、それはここで。いや、なんか面白い、やっぱ一番おもろいのさ、さっきのやつだね。ね、うん、モヒカン。モヒカンやばい。スクショしよう、いっぱい。モヒカンとかにあった。いや、こっちでもさ、その変な顔見られてるの忘れちゃう。この画面見てると。わかる。マジで忘れた。配信してること。あ、トートルもありがとうございます。ね、ギフトありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。ごめんね。これで水飲むのめっちゃだ。え、待って、みんなでインセント
いやねえ、ねえ見ててこのフィルターつく瞬間めっちゃおもろい。嘘なんで、うん、リーゼントどこ、ね、カワイフェクトの右から2番目のあのヒゲついてるやつ、ヒゲみたいなところに泣いてるのどこ、のどこ、のどこ、めっちゃ下の方、下から3番目何してんのマジで、できた、ねえ違う、ねえ違うんだけど、ねえガチでやってるそれめっちゃおもろいよ、違うんだけどそれ、違うよ、下から3番目だって見て、夢だけ間違えてる、あ危ない画面危ない、レナ画面危ない、えレナ画面危ない、自分の映しちゃってる、あほんまや、ほんまや先生中だほんまよねえ、ゆめ違うね、背景ゆな子どうやって帰ってんのっていうかそれなんかゆめめっちゃ似合わないちょっとこれスクショタイムして、スクショタイムしよう、はいチーズ、笑顔も気持ち悪い、これ笑顔めっちゃ気持ち悪いねかわいい、なんかおもろい顔できない、誰が一番おもろい、アイナじゃないアイナのそのキョトン顔が一番おもろいんだけど、わかるよ、かわいい、ちょっと待って真似したい、いやアイナが一番おもろいわやっぱり、すごさすがさすが、どこにさすが、ね、これ見せていい、いいよ、いやもう見せる、みんな見て、何を見て、いや嬉しくいないよ見て、こんな状況でしたね、私めっちゃいい笑顔もう何も関係ないやんこれあ危ない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 、楽しすぎる、わかる、ね、みんなこれスクショ載せてツイートしていいのやろうかなって、え全然いいですよ、全然どうぞ、だってどうせ、まあでもね、いいですよスクショして、そうね、うん全然いいです、えこれでプリクラ撮り行きたい、え行きたい、えそれな、えどうする、行く、いやもうやってないよね、明日まで落とさないで、今からライブラスすごいね、オッケー、これもうやってないよ、同期とかじゃないかなぁ次会うまで落とさないしかなくないこれこれ維持するか、肌めっちゃ荒れて状態で会う眉毛荒れそう眉毛荒れそうってなっていや、ゆな子の角度やばい、今正面向いて、鼻がやばい、なんか待って、そうしてめっちゃおもろい、やばい、え、なんでそんなおもろいの、あれ、私もおもろいわ、これこれ全員おもろいから言ってるけど少しずつみんなに見せるね、今からちょっと待って、一緒ミスるゆなこなんかディズニーのさ映画に出てきそう、なんかディズニーのキャラに出そう確かに、待って今の夢めっちゃブサイク、見て夢、え、ブサイクめっちゃブスプリクラ撮りたい、プリクラ撮りたい、今度やろう、じゃあ今日はとりあえず落として
いやでも絶対明日だよな、やるなら。うん、ひな祭りの明日だもんね。ひな祭りって私何もしないよね別に。毎日ひなあられ。ひなあられ食べる？食べない。でも実家ではさ飾ってた。そんな変な。味汁めっちゃいい感じこれ。めっちゃいいそれ。おもろいのも見つけたね。うん、いいやつ見つけちゃった。え、すぐ背景ぼやけさせられるんだ。めっちゃいい。みんなにも見せてあげる。めっちゃブス。アイナ全部なんで全部そんな似合うの？わかる、マジで似合う。みんな同じ感じ。アイナアイナ。可愛い。いや嬉しくないんだけど似合うの。え、魔人どこ？魔人が笑ったらめっちゃ細工やん。あ、いたいた、あ、いたわ、下の方に。やばい、みんな、やばい、やばい、困って、ひなこもう一回目向いて。やばい。え、やばくない、やばい。やばいらしい。ちょっと見えない、あ、見えた。みんなに見せたい、これしとこう。みんなありがとう、ギフトありがとうございます。見せたい、見せたい、かわいい。レーナがまだつけてる。みんな見せていい？いいよ、え、画面を？うん、画面いいよ。ねえ、レーナ体育座りしないで。レーナ白飛びしてる。でもさ、こういう人いるよね。ないか。マジでいないんだけど。どういうボケ？めっちゃ見えた。しかもこの前夢枝が買ってきたやつまだ飲み終わってない。お茶飲まないんだよね全然。わかる。菌繁殖してるかな。もうなくなった。ありがとう買ってくれて。怖い、怖いよね。見てみんな、何キッショ。怖い。しかもハートだし、なんかホワイトデーにそれお返しでほしい。ねえ、めっちゃブス見て。待って、ユナコもめっちゃブスだけど、アイナはなんかめっちゃ似合ってるし。ゆめカメラつけて、スクショしたい。ね、アイナ消えちゃった。次、あ、消えちゃった。スクショしてるから一番ブサイクなんかして、自分が。わかった、わかった。いきます。はい、チーズ。めっちゃ汚い笑い方しちゃった、ごめんなさい。いや、私のスクショが一番おもろい自信ある。待って、笑うとブスだこれ。やばい、画面崩壊してる。見せるね、みんなスクショ見せる。私見せちゃった今。ありがとう。見て。え、アイナ可愛い。いや、間違えた。え、めっちゃ可愛い。え、逆にみんなでそれもおもろいかも、メガネの。え、どれ？可愛くて、逆に可愛いのやりたい。え、何その？え、これじゃない？これ？あ、これでしょ。どこ？どれ？あ、これだ。たまには可愛いのやっとこう。そうだね。どれ？メガネ。ね、探してるユナコめっちゃブスだよ。私だけめっちゃブスだから恥ずかしいんだけど。クオリティ高い。いや、私唇よ、意外といい感じかじゃないですか。コメントありがとう、みんなみんな本気ですね。いや、本気ですよ。ね、どこ目が。マジでない。なんかね、あのおばあちゃんの隣だよ。おばあちゃんの列。あった。あった。可愛いよ。OK、今可愛いエフェクトで。可愛いポーズして。
わっちいわ、これは。それもしたい、スクショ。なんも。私した。した。でもさ、可愛いなって思ってさ、ショールームの画面見ると全然可愛くないんだけど。いや、わかる。めっちゃ化け物が映ってんだけど。え、てかみんなのショールームでの写りみたい。え、なんか今かわいい、今かわいいフィルターつけたんで、かわいい、めっちゃ笑って楽しそう、めっちゃ嬉しいよな、これレイナ、どれあれ、マジのスクショ見せてた今、いや、だから私優勝じゃないこれ、うん、マジでおもろい、ねえ、やばい、これは載せらん、レンはまあ、みんなに見せたけど載せられないとか言ってみんなに見せたけどさ、かわいい、え、田辺先生ってます、やばい、嫌われる、さすがに嫌われる、さすがに嫌われる、田辺先生でもDD のため田辺先生でも、え、褒めてる、すいません田辺先生ありがとうございます、ねえやめてください、え、明日のサプライズなんですよこれ、全然載せるないんですけど全然載せるのありでも嬉しいです、載せてくれるのありがとうございます、メンバーさんとかもみんなフォローしてるのに確かにそれは恥ずかしい、やばい、どうしよう、見てみよう、あ、ゆなこのショールームを拡散してますね、これ URL、 あ、違うわ、全員の貼ってくれてる、優しい、ありがとうございます、でもこの配信世に出していいのでしょうか、ちゃかちゃん、姫のフィルター気持ち悪い、誰これ、うん、ね、てか11時半なのおもろいな、え、嘘でしょ、遊びすぎね、ゆなくうちら明日朝起きなきゃだよ、一緒に、え、そうやな、明日早いんだよね、でも楽しくなっちゃった、このまま寝て明日このまま行くか、あ、いいねね、ね、あいな、やばやば、全部似合うやん、ずる、いいな、かわいいこれ、これさ、ちっちゃい裏遊びですよね、確かに確かに中学生みたい、ええー、今もうちょっと二十歳じゃん、ねえ楽しみだね、楽しみ、お祝いしようね、祝ってもらうって決めてる、え、そう、なんかサプライズしてねって言ってくるんですよ、え、うざ何うざいって言ったのレーナ、いや、おかしいでしょ、違うよ、みんながさ、夢の前でさ、夢の誕生日のサプライズどうするって話してるんだよ、いや、しないよね、夢のサプライズなんてつもりないもんね、うん、え、全然サプライズするんだ、え、そうだったんだ、え、誰か計画してる、レイナくん、え、してない、してない、ガチでしてない、ごめん、してない、してない夢めっちゃブサイク、うん、待って、本当にやばい、めっちゃくだらないのにさ、うん、全部さ、ショールームで見せたくなるんだけどかわいい、全部くだらないんだけどさ、全部見せたくなる、めっちゃくだらないんだけどさ、わかる、つまんないけど面白いから見せちゃう、わかる、全部見せたくなるマジか、お風呂この後、あ、私めんどくさいね、お風呂めんどくさ、お風呂めんどくさね、これ本当に配信中電話しながらお風呂めんどくさいねお風呂めんどくさい、やばいショールームで言うことじゃなかった、ほんまにそう、私いつも言ってる、実は本当に今配信してるのかな、なんか夢みたい、夢みたい、夢だけに
そんな嬉しいんだ。夢みたい。夢みたい。え、嬉しい。お腹痛いほど笑ってくれてるファンの人が。嬉しい。笑ってる。みんな面白い。あ、やばい、推し変しますって言われちゃった。え、ゆなこにってこと？やめますって言われた。本当に？え、ガチ？いや、ね、ですないですよ、これで。愛のめっちゃ。え？話してちゃいけないですよ。そうですよね。悲しい。え、本当に？女眉毛の子いないですよ。女眉毛ないもんだってね。唯一無二の眉毛。ゆなこの面白さはこういうところなのにな。ねえ、おもろ。なんで配信してんのみんな。これからもし続けようと思いました。ありがとうございます。素晴らしい。エレキテルレンゴさん、ダメよ、ダメダメ。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。ね、私のこのスタンプめっちゃ似合いすぎてやばくない？似合いすぎてないもん。スタンプだと思ってなかった。何もつけてないと思って。最低。楽しい。もうこういうさ、くだらないことしてる時間がさ一番好き。れいな、わかる、一番楽しい。あいな、やめないで。あいな、やめないで。やめてもえ、やめたら、やめてもこれやろう。え、やめてもこれやろうっていうか、いや、私アイドルだからこういうことしない。逆でしょ。アイドルだからやっちゃうんでしょ、普通。確かに、確かに。私アイドルやめたらもうこういうことはしないです。やめるのは100歩譲っていいとして、これだけは毎年やりたい。お願い。恒例行事にしなきゃ。え、なんか年明けって毎年節分の日必ず集まってね、ほんまき食べるの。うん、そうね。かわいい。え、だからさ、だって夢にゃにゃで作ろう、ひな祭り。あ、ひな祭りにしよう。じゃあ夢にゃにゃの毎年。毎年このグループラインに集合で集まれ。どんなに忙しくてもやめて、自分の予定あっても一緒に過ごしてよ。電話しよう。多分聞こえてないです、私これオンライン。私の声届かないんで、電波悪くて多分全員聞こえない。なんか言いたいな、記念記念日じゃないけどなんか、ね、かわいそう。私待ってるか。うん、いいよ。マジでかわいそう。全然聞こえてない、私の声。え、ネレーナ喋ってた。もうやだ、なんでレーナだけ届かないの。落ち込んでる、落ち込んでる。めっちゃ喋ってたよ、けどなんか5行ぐらい喋ってた、多分文章にしたら。もう一回言って。いや、もう忘れた。えな、本当に忘れたんだけど、なんて言ってたっけ。なんて言ってたっけ。おしゃれなスタンプなんやだ。ね、わかる。なんかさ、お金持ちそう。なんかわかんないけど、何なんか用みたいな感じでやだ。もう私これのスタンプ以外無理だわ。これ以外できない。みんなそれぞれこれしか愛せない。だるめ。じゃ、違う。え、どのスタンプがさ一番似合うかさ決めよう、それぞれ。なんて、どのスタンプが一番似合うかそれぞれ決めよう。あ、いいよ。いいよ。下届いた。ゆっくり喋ればいいんだ。どれ丸、みんな知らないのか。私はこれでも決定。アイナは絶対魔人だと思う。これでしょう。うん、だよね。うん、はい。ゆなこ全部気持ち悪いんだよな、どうしよう。何が言ったの。似合ってるって言って。え、ゆなこおばあちゃんじゃないの。確かにシンプルに一番最初に似合ってたもんね。確かに、やっぱ原点に戻るわ。夢全然顔見えないけどそれ似合う。
サングラスのやつ。ありがとう。間違えたやつ。いやでもなんか顔見えるやつがいる。いや、やばい、ちょっとなー、ぶってんな。どれがいいかな。もうちょっといける。わかった。頑張って。ちょっとこれやってみて。ねえ、なんか顔無理、めっちゃ。ちょっとこれやってみて、夢。めっちゃムス。このさ、え、なんて言うんだろう。これ見つかるから、涙のスタンプの列の右側2番目。途切れすぎだよ。涙のスタンプの列の右から2番目、ゆめ、つけてみて。涙のスタンプの列の右から2番目。ねえ、なんでこんな届かないの。もう電話切る。あ、それそれ、アイナ説明してあげて。涙のやつの列の右から2番目。そう、それ涙。なんで私の声届かないんだろう。もう何、悲しい。いやでも私レイナの声聞こえてたから今の夢が悪いよ。夢、おい、夢、夢が悪い。夢が悪いです。なんか二人いるやつ。二人いるやつ。うん。あ、そう、二つ。前の方がキラキラった顔して、後ろになんかにヒンってしてる人がいるやつ。これだ。猫の隣。うん、犬猫が上下に並んでて、その隣。ペンギンの下。めっちゃいろんな説明してるけど、これ。これだ。あ、それそれ。来た。それ。ありがとう。それ誰がやってもおもろいわ。やっぱふとした瞬間のやな子が優勝すぎる。どうする。え、夢違うかな。やっぱりどれが一番いいかな。誰が一番似合う。え、だからやな子は絶対おばあちゃんだって。え、もう少し足割るって。え、やだ。え、やだよね、みんな。夢なんかどっか行ったんだけど。普通に歌うのやめて。おじゃる丸の歌。もう充電なくなるわ。わかる。わかる。今めっちゃブス見せるね。え、レナも見せたい。スクショして。した。見ないなくなっちゃった。これ夢。怖いね。怖いね。怖いな。本当にくだらないくてさ、みんな本当にどうでもいいと思うけどさ、見せたくなっちゃう。かる。エレーナ可愛い、その顔タイプ。いや、どうでもいいよね。いいよ、スクショして。あ、待って、全然タイプじゃなかった。ちょっと顔変えたの今。これこれこれは？ああ、可愛い。可愛くないよ絶対。可愛いわ。ユナコが気遣ってるな。可愛いわ。あれ、ユナコに気遣われてんだけど。言っとくけどユナコブサイクだよ。ブサイクだよ。スクショで見せてあげるファンの人に。可愛くないから。待って。ほら、待って、それよりも夢がブサイクだった。そんなこと言わないで。だってガチだもん。ちょっと少し LINE で送るね。ゆなこがブサイクって撮りたかったのに、うん、もっとブスだった。うん、いや、なんか兄弟みたい、姉妹。みんな同じ顔してんだもん、これ。ありがとう、なんか本当にみんな優しい。ありがとう、見てくれて。わかる。今視聴者ゼロじゃないのが不思議なんだけど。ねえ、ありがとう。コメント意外としてくれてる、みんな。わかる。みんなありがとう。ごめんなさい。ありがとうございます。みんな見てくれて。ありがとう。ほんまにありがとうございます。最後にタップランキングアームのね、みんな最後まで行ってくださいよ。お願いします。はい、え、待って、ガチで明日。明日ガチでこれで行かない？うん、絶対行く。だってもうメイク落とすの嫌だもん。
え、そうだよね。明日メイクしなくていいじゃん、これでいったら。わかる。あと17分で日付変わっちゃう。待って、ゆなこめっちゃ不細工だから少しさせてお願い。ちょっと興奮しすぎて携帯落とした。いいよ、せーの、スクショ。めっちゃミスピック、すごい、普通がみんなの。あ、ねえねえ、これさ、やばい、え、中、横です、横見て中しよう。え、待って、アイナ逆なんだけど、一回、あの、私合わせでもいい？うん、私合わせで、ゆめそのままで大丈夫。アイナそっち、オッケー。え、めっちゃいい、いくよ、ゆめ行くよ、もう一回もう一回、せーの。あ、ゆなこもっと近づいて。ゆなこ、携帯取れてる。いい？待って、いい、ゆなこそこ、めっちゃベストソポジ、いい、はい、そのままね。あ、ゆめちょっと引いて、行きます、はい、チーズ、オッケー。何これ、おもろ、みんなに見せていい？うん、あ、送るねっていうか、あ、送って、見せるね。なんかでもなんか普通にただ気持ち悪い、面白くない、全然レイナがブス、レイナがブスすぎて全然おもろくない、気持ち悪い、普通に気持ち悪い、気持ち悪い、やだー、進撃の巨人、車力の巨人みたい、進撃の。わかる、ゆなこ一番うまい、ありがとう。めっちゃひどいですよね、ごめんね、みんなこんなひどい姿見せられて。でもひな祭りだからさ、パーッと行きたいじゃないですかね。まあこの声も多分みんなには途切れて届いてないので、全然一人で喋ってる感じで大丈夫です。めっちゃうるさいですけど、どうせ私の声届いてないんで。なんかめっちゃ笑ってるけど、え、なんでそんな笑ってんの？わかんない、今やばくなっちゃった。ゆなこの笑い声が本当に、笑い声とその顔がマッチした瞬間やっぱ私の話聞こえてない、ね、ごめん、レナの話聞いてるよ。いや、ガチでずっと一人で喋ってるから。何？え、嬉しい、私で受けてる、みんな。え、待って待って、今ゆめゆな受けてんのってさ、レイナだよね？違うよ。え、アイナ？え、待って、つら、今私が水飲んでんので受けてると思ってめっちゃ飲んでたんだけどでもさ、アイナがめっちゃさ画面近づいて こんなんやってるからさ、なんかアイナ恥ずかしいとか思ってたら私が恥ずかしかったんだけど、はず切りた電話めっちゃはずいわ、めっちゃ喉乾く、恥ずかしくて自分のことで爆笑してくれてるのかと勘違いしてたらしい泣いた、やばい、腰痛い、これで寝れないって夢に出てきそう夢、本当にさ、本当にさ、私中に生まれることができてよかった、ありがとう、出会ってくれて、2期生応募してくれてありがとうね、2人とも、こちらこそ、こちらこそ、ちゃんと受けててありがとう、ありがとう。3期生でさ、同い年いないの悲しいね、いたらね、ここにね
ひな祭りの行事に参加できたのにね、一緒に。ね、しいお祭りに。残念残念。残念。みんなドラフト決定者。本当だ。本当だ。今度じゃあ語ろうドラフト。受けたやつドラフト違うけど。気まずい。うちらの時はこうだったわ。盛り上がんなそう。絶対つまんな。ねえレーナやばい。ねえ歯でかい。レーナが大獅子してる。ただちょっと笑ってるだけで。大獅子レーナだ。みんなに見せよう。見せたい。でもさ目がちっちゃすぎる。私花よりめっちゃ綺麗。ねえやばい花より綺麗だけど。大獅子がいる。大獅子がいる。やばい。なんかこの顔してた方が可愛くないですか、ショールームの。思うけどさ、3期生受けた子がこの愛式見てる可能性あるよね。え絶対ある。だってやめる調べとこうって思うもんね、NGT のこと。確かに。だよね。え、どうしよう。やばい。絶対もう舐められるわ、先輩として。舐められる。いじめられる。仲良くしてね。私に熱いと思われるかもよ。確かに確かに。確かに。それだったら嬉しいね。いいよそんな改めて言わなくて、みんなブサイクだから、みんなちゃんとブサイクだよ、言っとくね。苦手なんだよな。ブサイクとかじゃなくてなんか苦手言うこのその顔傷つくなんかやだ。苦手はシンプルに傷つく。誰かに言ってるんだよな。やばい。嫌なんですよね、私この嫌なの。素晴らしい先輩たち。嫌じゃない。それほどでも。可愛いでしょ。で、みんなあと9分で話日付変わるよ。第一印象面白い先輩に仲良くなる。本当だ。日付変わった瞬間にこの安心したかった。ひな祭りだもんだって。確かに。確かに。今日朝まで配信したかったね。したかったね。今日はインスタライブ新鮮したら撮んないかな、ひな祭りひな祭りなので配信させてくださいって絶対撮んない。インラインするのに申請必要なんですよ私たち。これのこの顔だけではインスタライブやりたくない絶対に。確かに。ねえお風呂やだ。ごめんごめん。待って明日割と、私洗濯回してんのよ忘れてた。え今日さ違う1時間ぐらい配信してその間に洗濯終わらせてもう風呂、お風呂の前に洗濯をしてお風呂出たらもう寝るだけみたいな効率の良い計画をしてたんだけどもう全部計画パー。配信してあとお風呂入ろうと思ってたのに。でも楽しくてもう最高。わかる。楽しくなっちゃった。こんな予定じゃない。だから洗濯1時間ぐらいさ終わってから開けてない。やばい。もう一回しなきゃかな。めっちゃ効率悪いわ。本当。何時から配信してるっけだって。今10時。でもこんな楽しい配信ができたので結果オーライ終わったらすぐ洗濯をして、えねゆなこのちょっと気持ち悪いエピソード話していい、ここで。なんか4人で夢よなにゃにゃで私の家に集まった時に柔軟剤最近いろんなの買ってて新しく買ったやつがめっちゃいい匂いなんだよねって言ってみんなに嗅がせたの覚えてる。そう4人に嗅がせたんですけどその後にちょっと経ってからゆなこに「ねえ実はさあの後あの柔軟剤買ったんだ」って「レイナと同じ匂いのやつ買ったんだ」って言い方気持ち悪い、ちょっとちょっと気持ち悪くないですか。でも私もレイナやえ私の匂い嗅がしたやつ見つかんなかった。え分かる、あれあんま新しく出たやつであんまないんだよね。
あ、そうなんだ。じゃあ4人でお揃いにしよう、柔軟剤。いいよ。いいね。柔軟剤の絆。柔軟剤の絆だ。柔軟剤一緒に、一緒なのはさ、仲良しすぎるよね。やばい、それ同棲してるよ。でもさ、ゆめもさ、にゃんにゃんもさ、同じ加湿器持ってるのに、ゆなこだけ加湿器持ってないよね。いや、本当に、もうセール終わったからね、言っとくけど、うちらセールだから買ったんだよ、あれ。ねえねえ、いいよ、原価で買うよ。ほんまに原価じゃねえや、元値で買うよ。絶対買わないやん。買う買う。髪型めっちゃ、え、違う、ゆなが買おうって言ったら、買おうとしてたらさ、れんなが、いや、これ買わない方がいいよって。ねえ、言うな、それ。それは言うな、ガチで。違う、めっちゃいいの、そのもの自体は。でも、こぼれんのよ、水が。あ、言ってた。それは秘密の話じゃん。あの加湿器こぼれるんだよね、水。そう。でも見た目可愛いし、うん。めっちゃ使ってる。もう、気まず。お揃いにしよう。やばい、はぶられ。でも中が一緒だから。あ、匂いだけ、匂いのやつで買ってたよね。みんなあと5分で12時だよ。やばい、そろそろ先読んどく。なんか時間かかって切れちゃうの、ね、あれだから。ランキング読もう。はい、でみんなでさ、13位誰誰誰誰誰誰誰、ありがとうございます。12位誰誰誰誰誰誰誰、オッケー。じゃあ、アイナ、レイナ、ユメ、ユナの順番ね。はい、いきます。13位、ジュニアさん。レイナ、はい。13位、ミスターさん。13位、トウゴさん。13位、ココリコさん。ありがとうございます。12位、タケさん。12位、トラキチさん。12位、テッチーさん。ちょっと時差が。12位、へこたれないゆかのひとさん。ありがとうございます。11位、かくとしさん。11位、こたかあきふみさん。11位、まきあっと、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、どうぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、私のミス。水飲みます。11位、まきあっとさん。ありがとうございます。10位、ゆうさん。10位、まっつんさん。10位、畑中直孝さん。ありがとうございます。ありがとうございます。9位、 J さん。9位、ぬっくんさん。9位、よすよすさん。9位、空白さん。ありがとうございます。ありがとうございます。8位、しんちゃろすさん。8位、せいじれんなさんがとても心配ですさん。8位、ひんじさん。8位、西山ひろしさん。ありがとうございます。7位、ゆうたくん。7位、ひろしパパさん。7位、たむひろさん。7位、かずちゃん、マットピオさん。ありがとうございます。6位、アリビジェンさん。6位、りっくん。6位、パピプペチさん。6位、ノーカーとトマトケさん。ありがとうございます。5位、プチプヨさん。5位、マス先生。5位、エムデンさん。5位、オカピーさん。ありがとうございます。4位、シュークラさん。4位、アワイさん。待って、ランキング変わっちゃった。びっくりした。どうしよう、なんか呼んでない人。呼んでない人。あ、11位、カラポヨさん。あ、まだいい。5位、チューバーさん。はい、ありがとうございます。今4位だっけ。4位。あ、じゃあ多分大丈夫だと思う。はい、はい、じゃあ4位、トウカさん。ありがとうございます。ありがとうございます。3位、コミュニストさん。3位、リーさん。3位、ニミレイパパさん。3位、マコチャさん。ありがとうございます。2位、マイマイさん。2位、シュウちゃん。2位、ロウさん。2位、サリョウさん。ありがとうございます。1位が、サキちゃん。1位が、赤シャチさん。1位、ヌマッツさん。1位、クラクラマサマサさん。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか可愛いね、順番で読んでんの。かわいい。でもさ、ちょいちょい思ったんだけどさ、他のさ、ルームのランキングにさ、自分のファンの人さいる。まずい、まずい、まずい、気まずい、気まずい、気まずい、バレてる、気まずい、気まずい、気まずい、あれ
まあまあまあ、それぞれランキングがありますからね。みんなの見てくれてるんだよね。はい、はいはい、大丈夫です。何しめったのマジで。ナイスツッコミ。皆さん急遽なんかコラボ配信みたいな感じでしたけどね。まさかのね、12時まで。え、でもさ、あとちょっとでさ、ひな祭りだよ。本当だ、あと1回で世界日本一気合入ってるよね多分。の祭り飾るんじゃなくて自分たちがなっちゃうっていう。あと35秒。みんなありがとう。ドキドキするわ本当に。みんなありがとう。ありがとう。ごめんなさい急にこんな。本当にありがとう。なんかみんな勇者すぎる。こんなに来てくれて勇者、うん、ありがとう。ありがとうございました。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。あと15秒。みんな見てくれてありがとうね。ありがとう。こんな配信。ななありがとう。おやすみ。5、3、2、1。良いひな祭りを。